やほこんにちは、さっこです。東京でボーカルコーチやっております。レッスンの申し込みは下の概要欄のホームページからお願いします。はい、ということで今日はですね、ちょっと新しいグループについて情報がちょっと入ってきましてですね、韓国の女の子のグループなんですけれども、BPM エンターテイメントですね。こちら、ビッグプラネットメイドエンターテイメント、最近だと、まあ、それこそシャイニーのテミンくんが移籍をした場所なのかな、だったりとか、まあ、BO だったり、あとはニューイーストのレンくんだったり、まあ、女の子のグループでいうとビビジーだったりとか、結構いろんな方が、ソユ姉さんもそうですね、うん、いろんなアーティストさん、結構皆さんもお名前聞いたことあるアーティストさんが所属している、会社から女の子のガールズのグループが出るということでございまして、ちょっとね、映像がまず1本、出ていましたので、今日はそちら見ていきながら、ちょっと噂されている、まあ、メンバーについてとか、そのあたりもね、ちょっと軽く触れていきながら、ちょっと情報収集の場になればいいなっていう感じで、もしね、いろいろこう詳しい方、知っている方とかいらっしゃれば、ぜひね、コメントとかも書いていただきたいんですけれども、まあ、まずは映像とかね含めいろいろ見ていきたいなというふうに思いますので、そんな感じで皆さんぜひお付き合いいただけたらと思います。はい、でこちらですね、映像出ていたものが今もう24万回ぐらいの再生になってるのかな、昨日出た動画みたいなんですけれどもね、タイトルの方にシャープ1っていうふうに出てるので、まあおそらくこっからまたトントントンと映像出てくるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まあまずちょっと覆面ですね、うん、完全にこう目元のみで、全て隠しているというところで、本当に誰なのかっていうね、すごいまず気になるところではあるんですけれども、これね、なんか踊ってるんですよ、ちょっと気になっちゃって、私早速見ていきたいと思います。やばくない？もうすでにさ、このバイブスみたいな感じなわけ。結構いかついんですよね。もうゴリゴリヒップホップやってくぜっていう、なんか結構尖ってるんですよね、これ。やば、待って、ムキムキじゃないこの方っていう、筋肉って感じやね。線は細いけど、もうすごいね、この筋の立ち方って、もう腕のところにグッと力入れてるから、やばいし、可動域どうなってんのって話なんだよね。そこできるのっていうところで切られちゃうっていう、いやちょっとやばい、またちょっと面白いグループ出てくる。いやもうほんと今女の子はもう実力大戦争みたいな感じでお上手な方たちがきっとたくさんこれから出てくるんだろうなっていうところに、また一つグループがね、バッドヴィランということで、うん、悪役の中の悪役みたいなさ、悪者の中の悪者っていう、もうすごくないっていう、この尖った名前もそうですけど、面白すぎる、面白すぎるよ。またちょっとやばいグループが出てくるんだなっていうのをちょっと楽しみに私は待っているんですけれども、結構ヒップホップなニュアンスですね、これね。公式から、X の方で、すでに動画上がっております。で、ですね、ちょっと見たいな、そのメンバーですね、まあ、ちょっとごめんなさい、今お写真ちょろちょろっと見えてるかもしれないんですけど、まとめてくださってる方がいるので、先にちょっとそれを見ていこうかなっていう感じなんだよね。7人、映像に映ってたのは7人だった気がするんですけど、この画像に映ってるのは6人なんだよね。これがまあ果たして何なのかっていうのはちょっと私も分かってないんですけれども、まあ1人、まずすごいムキムキみたいに言ってた女の子いたじゃないですか、エマちゃんっていう、もうかなり知名度としては高い方みたいなんですけど、スーパーでダンスもゴリゴリの方みたいで、すごくダンスがお上手っていうことで、まあ確かにあれ見たらね、あの映像でも確かにもうゴリッとしてたんで、ちょっと異次元かなっていう感じはあったんですけど、エマちゃんという女の子らしいですね、うん、2000年生まれなんで24歳というところで、結構ね、どうなんだろう、一番離れてて、この情報の中で言うと一番離れてて2006年、まあ、6歳差っていうところですよね。この中では一番若い子でも18歳っていう感じなのかな。あと一人めちゃくちゃ気になるんですけど、なんか泉ちゃんっていうお名前も出ていて、このメンバーのね、お名前以外に泉ちゃんっていうね、お名前出ていらして、
日本人メンバーみたいな、ちょっとそのあたりも気になってるんですけど、一旦ちょっと出ている情報だけで言うと、まあ、エマちゃんですね。でジウちゃんはアユネコのジウちゃんです。はい、めちゃくちゃ歌がねお美しいというか、ザ私たちが求める K-POP みたいな感じの歌い方してくれる、ちょっとこうなんていうのかな、儚い表情を取るジウちゃんですよね。懐かしい、もはや懐かしいというか、その彼女が戻ってくるのではないかと。これね、でも公式が出してる情報ではないので、あくまで予想なので、ちょっと皆さんもそういう気持ちで聞いてもらいたいんですけど、もし本当ならめちゃめちゃ楽しみだよね。しかもこんなゴリッとしたとこに出てくるのみたいな、こんなゴリッとしたグループでありがとうございますっていう話なんですよね。うん、でキムイネちゃん、この子ね、私なんかお名前なんかどっかで聞いたことあるなっていう風に思ってたんですけど、おそらくこの放課後のときめきに出ていたキムイネちゃんなんじゃないかっていうところですね。このあたりもちょっとどんな感じなのか、めちゃくちゃ楽しみなんですけど、なんか私そんなにさ放課後のときめきってめっちゃ見てたわけじゃないんだけど、それでも名前聞いたことあるんで、うん、結構実力的にもね高い方なんじゃないかなっていうところはかなりの注目ポイントですよね。でこちらですね、ジュウちゃん、まあ、先ほどお話ししたお歌うまいこと、まあ、シャネルちゃんは皆さん覚えてるんじゃないでしょうか。はあ、結構アユネクの中でも印象強く残ってる方いらっしゃるんじゃないかなというところで、うわうちらのシャネル戻ってくるっていう、これでも嬉しいよね普通にね、マジでそうあってほしいっていうか。そうで、もう一つアユネクで、こちらのジヒョンちゃんですね。この子もなんかすごい皆さんも覚えてるんじゃないかな、結構応援してた方もいらっしゃるようなイメージ感だったと思うんですけどね。ジヒョンちゃんが入ったら、てかこんなになんかハイブから流れてきてるっていうかさ、人材が、それも面白いけどね。もうあれなのかな、それこそこのアユネクでこう落ちたっていうところをもうもはや狙ってスカウトしたりとかしてたのかなみたいな、それぐらい結構この本当ならばね、これが本当ならばハイブの人材が結構流れてるなっていう感じはありますけど、はい。で、一説によるとです、あくまでこれは全然信憑性はないかもしれないんですけど、もしかしたらヘウォンちゃんもいらっしゃるのではみたいなお話も出てるみたいですけど、これどうだろうね、全然分かってないです。はい、ここのお名前にも載ってないお名前だったりもするので、ヘウォンちゃんはこの中にはいないんですよね。そうだからなんかどんな感じなのかなっていうのがちょっと気になってるんですけど、アユネクからは3人出てるって感じかな。で、あともう一人この泉ちゃんっていう子がね、なんかちょっとピックアップされてるんですけど、うん、お名前から見るとちょっと日本人メンバーっぽいですけどね、ユニバースチケットに出ていた女の子っていうところですね。はい、ちょ気になりますよねこれ。でもう一人このガルプラからね出てたこのソンマヤちゃんっていう女の子、ちょっと私あんまり覚えてないんですけど、どんな感じの子だったっけね、なんか別のマヤちゃんの記憶の方がすごくてね、ちょっと改めてなんかこう探してみてみようかなという感じではあるんですけれども、ガルプラからこちらのめちゃくちゃビジュアルいいよね、こちらのマヤちゃんという女の子も一応メンバーなのではないかというところでちょっとこうピックアップされてるっていう感じですよね。いや、やば、めちゃくちゃ楽しみだし、先ほどですね、冒頭で言ったこちらのエマちゃん、ビジュアルめちゃくちゃかっこいい系なんですよね。かっこいい系だよねマジで。ダンスバッキバキらしいんで、このなんか胸の多分ここら辺の柔らかさみたいなのかな、すごい印象に残ってたんですけど、私映像を見た時にすごいんですよね、この胸郭グワングワンいっちゃうみたいな。あー、これダンス出てますね。やば、もうバキバキやん普通に。激ヤバ。ちょっとマジでさ、それこそテディさんがねプロデュースしてるガールズグループでもさ、もう振付師として活躍しているダンサーの方がデビューするっていうのはもう情報として出てると思うんですけど、いやちょっとこのレベル入ってくるのやばいよね普通に。改めてさ、ちょっともう一回見ていい？これワンチャンさ、このエマちゃんが振り付けしたとかない？なんかこの感じとかすごい、なんかさっき見た映像とちょっと似たような雰囲気感を感じるっていうか、もしかしたらそのあたりもありそうですよね。やば、超かっこいい、とか普通に曲かっこよ。
しで、ちょっと声が変わってるっていうかね、音質はちょっと可愛い系の音質で、そこにちょっとこういう感じのラッパーさん独特のこのねじりがあるっていうか、音に対してのそう、これがね、この舌の扱い方とかが結構ね独特な感じがしていて、エマちゃんめっちゃ気になってますね。ここ彼女が歌ってるんだとしたら、ちょっとめちゃくちゃ気になってる。うん、でそうね、今メンバーが誰が入ってるかみたいなのは全然事務所さんからはまだ発表はないみたいで、あくまで予想っていうところで X でこういろいろ情報を出してる方がいらっしゃるんですが、ちょっと早く知りたいし、エマちゃんに関してはもうすでになんかね、踊りなんか動きで、え、この踊りってエマちゃんだよねみたいな感じでもうおっしゃってる方とかが結構 X の中にはいて、だから多分エマちゃんは確定なんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、他のメンバーに関してはそこまでこう言及できてる人って多分あんまりいない気がするので、そう、今こうやって私がお話ししてる内容も全然ね合ってるかどうかっていうのはもう全くわからないんですけれども、いやちょっと楽しみだね。いやそれこそ最近ね、こういろんなこう実力的な部分っていうのはさ、まあルセラちゃんをはじめちょっとこう話題になっている部分ではあると思うんですよね。そうだからこそやっぱりこういうなんていうのかな、鍛え上げられた子たちだったりとか、ある程度のこう水準を持ったあの方たちがデビューするっていうのはやっぱすごく私としてはデビュー後にやっぱりまあ安心して見られるっていう良さはあるし、すごくわかりやすくもうやべえってこう持ってる実力でやべえってなれるって、すごいこうオーディエンス側としてはさ、なんか純粋に楽しめるじゃないですか。そうだからなんかやっぱりそういうねグループがこうやって今ポコポコね、特に女の子のグループなんかはかなり出てきてるんじゃないかなっていうところもあるので、すごく楽しみだなと思います。しまあ成長型のねグループもそれはそれでまたなんていうのかな、良さがあったりとか、あとはそのまあ求めるものですよね、アイドルに対して。単純にやっぱりこう実力的な部分、音楽的な部分を求めていくのか、それともこうアイドルとしてのこう生き様だったりとか、人としての成長みたいな、そういうところをこう描いていくのかっていうのはさ、グループとかその人が持ってるアイドル像とかによって変わってくると思うし、多分そのあたりね、まあルセラちゃんたちが今こうぶち当たってるこう賛否の中のさ、こういろいろあるじゃないですか、皆さんの意見って。そう多分そこがこうね戦い合ってるっていうか、なかなかこうどっちが悪いとかって判断ができないような世界線でちょっと戦ってるなって思いながら、ちょっと離れて見てはいるんですけど、はい、まあ、ちょっと難しいところですよね。まあちょっとルセラちゃんたちの話は一旦置いといて、まあ、ひとまずちょっとこのバッドヴィランっていう、もうめちゃくちゃお名前もめちゃくちゃ尖ってますし、はい、見てる感じだと実力もやばいんじゃないかな。こういうねゴリゴリヒップホップにチャレンジできるだけの実力があるグループが出てくるっていうところでもワクワクが止まらないという話でございますね。ちょっとこれはまだね動画1本しか出てないんですけれども、おそらくこれからまたポコポコ出てくるとは思いますので、ちょっとその度にねいろいろこう見ていきながら、取り上げられる時はね取り上げていきたいなというふうに思っております。はい、楽しみ。上半期テディさんのグループとバッドヴィラン、ちょっと止まらないよ。ヨジャグルの楽しみ止まらんよマジでっていう感じなんですけれども、皆さんも一緒に楽しんでいきましょう。はい、ということで、今日はちょっとこんな感じで軽くお話皆さんとしたくて、動画撮らせていただきました。ぜひぜひね皆さんも何か情報だったりとか、もし知ってることがあればねコメントいただけたらとっても嬉しいです。はい、では今日はこんな感じで動画終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。